皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。東京都知事選挙で蓮舫氏が3位という結果に終わったことについて、政治ジャーナリストの青山和弘氏が言及した。映像、落選に涙を浮かべる蓮舫氏、実際の映像。7日、東京都知事選の投開票が行われ、小池氏が291万票で参戦を果たした。前広島県秋高田市長。 石丸新二氏は SNS を駆使して2位に職意込んだが一方で蓮舫氏は3位という結果に終わった蓮舫氏は全体のおよそ5割を占める支持政党がない無党派層の支持が薄かった無党派層の多くは石丸氏小池氏に流れた青山和弘氏事実 ANN の出口調査では無党派層が支持したのは石丸氏が最多の36% 2位は小池都知事の32%、霊舫氏は大きく引き離され16%と、ここでも3位に甘んじた。投開票後に霊舫氏は、私の力不足、申し訳ない。戦わせてくれてありがとうございました。楽しかった、今日は私の思いが届かなかった結果が出た日なので、それに対して私に何があしりないのかは少し考える時間をくださいと呆っている。 この結果を受けて青山氏は、都知事選で3位となった蓮舫氏は政治生命を絶たれるかもしれないほどの痛手を負った。立憲民主党はエースで臨み、大敗を喫した。とりわけ蓮舫氏を全面的に支援した野田元総理は、原因を総括し、立憲民主党の在り方を再検討する責任があるとしている。さらに、一番大きいのは、やはり共産党との関係性だ。 これをどのようにやっていくのか、国民民主党代表の玉木雄一郎氏は、立憲とも三党路線の終焉だ、とまで言っていたが、本当にここで終焉させるのかどうか、このあたりの総括も必要だと指摘。その上で、蓮舫氏の敗因について、共産党がいたから、負けた、みたいなことばかり言うのも、立憲の在り方を間違えてしまう。じゃあ、蓮舫氏だけで勝てたのかどうか。 蓮舫氏本人の魅力や打ち出し方がこれで良かったのかを考えなければいけないとも語った。加えて、どうしても蓮舫氏は、業格のイメージが強い。確かに、日本の国家予算のことも見ることができるけれども、無駄を省くというのは、結局リストラ。その先にどういう希望を見せるのかは別の問題と蓮舫氏の政策面の課題にも触れたまた。 攻撃型野党のイメージ自体が今の有権者に刺さっていないのではないかこういうことも考えていかないといけないと分析したどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう